バランスを取り戻す方法としては、一人でいられる時間がかなり長い期間必要になると、報告されていますと。で、周囲の人たちができる支援としては、このタイプを志向する人たちがスケジュール上の負担を軽くできるように調整したり、日常の詳細の一部からでも解放されるように手伝うことは有効ですと。劣等機能にとらわれている間、直感タイプを志向する人たちにしていけないことは、何かを提案する、何かをアドバイスする、っていうことですと、ほっとけってことですね、ほっとくこと僕はアドバイスをしたくなっちゃうのでほっとくのがいいってことですね、これこうしたらいいじゃんって言いがちですもんね、言いがち、こんなん服、いい服買ってさって、告白しちゃえばいいんだよ言いがち、誰でもできるじゃんそんなんって言うだけだもんって言いがち。でまた補助機能の思考機能や感情機能もバランスを取り戻すきっかけになるよと。例えば INTJ は自分の体験を、まあ、その嫌なことがあった体験を分析して、そこから程よい距離を保ち、客観的な立場を保てる方法をまた見出すことでエネルギーが戻ってくると。またINFJ はその状況が意味する重要なことについて考えたり、それらと気持ちの関わりを検討できたりするようになると、またいつもの広いものの見方を取り戻せるようになるよと。なので、まあ成長の過程ですねこれも、まあそうですね、要はそういうストレスからちょっと身を引いて時間を保つことでまた考え出して、あ、OKOK、自分の位置が保てる、ここなら OK、ってのができてくると、またいつもの有能さが戻ってくる。だからほっとけってことですね、周りは過度に干渉するなと、はい、ちょっとなんかねMBTI が見えてきた気がちょっとずつしてます、はい、はい、なので、まあ、まとめますと、劣等機能が勃発するきっかけとしては、外界にある物事の詳細、細かいことを扱うことで、予期せぬ出来事が欲やりで入るとき、で外交を過剰にしすぎたとき、っていうのが劣等機能が勃発するきっかけ、でインザグリップに陥ったときに見られるパターンとしては、外界にある詳細やデータへの必要なまでのこだわり、五感による快楽の過剰摂取、外界に敵対する態度っていうのがパターンですよと。なんでそう、あら、いうふうになった時には、周りの人たちは距離を置く、時間を作ってあげる、でもなんかそうなってくると、いや、スケジュール守ってる人もいるんだよなとか、ごめんなさい、引っ込めます、ね、まあだからそこで言うと余計に遅れるって話じゃないですか。なるほど、なるほど、この人たちに、まあ、早くしろよとか。なるほど。でバランスを取り戻す方法としては、充電のために一人でいられる時間を可能な限り長く取る、日常のスケジュールを軽くする、アドバイスや提案が欲しくないことを周囲の人に分かってもらう、これ難しいですね要は上司に対してアドバイスはいらないですから。あ、もうそれ結構です。あー、おい、お前の話を聞けって。これはもう分かりました、結構ですみたいな。これは難しいですね。だから周りの人が理解する必要がありますよね。そうですね、歩み寄りですねこれは、っていうところですね、はい、NT なのですが、ベイブさん、体調の説明がまさにその通りだと思いました。あー、ゴールが見えて、はい、そこのゴールに合わせて理論を組み立てていくみたいな。はいはいはい、はい、この MBTI、はい、面白いですね何やっても面白いあ、この面白いしか感想が出てこないのがちょっとただの感情野郎で申し訳ないんですけど、はい、素直にそういう感想が出てくる、でそれが言葉が面白いっていうのがまたバカっぽいんですけどなるほど、はい、まあ、こういう人たちで仕事はできてるっていうことですね。やっぱりいろんな人がいるといいって話ですよね。あ、もちろんもちろん、固まるとそっちばっかりにいっちゃう、はい、だってもうこういう人たちだけでまた固まってても、その環境はいいかもしれませんが、もうすべての仕事って受注産業じゃないですか、いろんな役割が多分ある、はい、
と、まあ、いろんな人がいた方がうまく回りますよ、ね、いやもう自給自足しない限り、うん、もう世の中は人との関わり合いですもんね、うん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 、自給自足で完結しない限り、うん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 、だともうやっぱりいろんな人がいて、うんうん、まあ、我慢、時には我慢して時には我慢して、はい、うん、っていうとこのメジャー側、メジャー側っていうのは、ね、メジャー側、大多数側、メジャーリーグ、大多数側メジャーリーグ側じゃなくて大多数側も そこはそこでまた、うん、あの競争があり、うん、綱引きがあり、うんうん、決して行きやすいわけではないと思ってます、うん、はい、まあ、多分環境は一緒ですからね、一緒ですね、うん、でまた考え方がこっちの人とまた一緒だったりしますからね、多分、うん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 、はい、愛さん、 INTJ にしろ INFJ にしろ締め切りは守るタイプだと思うので、うん、多少スケジュールが狂ってしまっても最終的には合わせるようにと思ってますね、うんうん、と、うん、まあ、J ですからね、締め切り守るお二方もおっしゃっていたように不健全時は容易に近づかない方が復帰も早いでしょうしね、うん、と、うんうん、まあ、それはありますよね、はい、しっかり締め切り守れる人たちはすごいなって思う、よしさん、僕も思います、すごいなって、 P の人から、なるほど、僕は、うん、あのスケジュールは、うん、逆にスケジュールがあった方が楽なんですよね、縦になるじゃないですか、縦になる、要は何かが遅れた時に、うん、遅れたじゃんって言えますよね、あ、スケジュールが、いや、うん、原稿出しが決まってますと、うん、この日までですって言ってる、うんうん、出なかったじゃん、うん、スケジュールがあると、はい、スケジュールいっぱいの計画を立てるんですよ、なるほど、僕はもう結構2日ぐらい余らせたいんですよね、うん、でそうすると最初の方で何かあれば、はい、いくらでもこう調整聞くんですけど、はいはい、終わりの方で何かあると超バタバタするっていう、なるほど、まあ、いろんな人たちが、うん、っていう、今回はこの内向直感タイプを、はい、あ、勘違いされがちですが締め切り守れるかどうかは能力になるので、うん、タイプは関係ないですと、うん、締め切りを守る P もいるし守れない J もいますよ、あ、体調別に、うん、あれば別にやりますよね、締め切り、締め切り、締め切りは、まあ、そうそう破りはしないですけどね、ギリギリになるって話、はい、あ、守れない J 僕も全然あの、うん、学校の宿題はやらないタイプでした、あ、やらないタイプ、はい、うん、夏休みの宿題は、はい、あのやらないことは多分やらないです、あ、はい、これ何なのかは説明できません、うんうんうん、はい、急に頑固になったりします、うん、あ、でまあ、大した仕事じゃないって割り切ってしまえば、うん、守ること自体はできますね、まあ、それはありますよ、はい、うん、絶対遅れちゃいけないのとかはちゃんとやるじゃないですか、あ、それはもちろん、はい、前もってちゃんと、僕でも前もってちゃんとこう、はい、やったりするっていうところで、はい、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。